の体験授業は私の担当科目の発達心理学についてお話ししたいと思います。発達心理学とは赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんに至るまでの人の心と体の変化について学ぶ学問です。心の発達の中でも特に私が面白いなと感じるのは、それぞれの年齢に特有のものの見方や感じ方があるということです。本日は保育者を目指す皆さんと一緒に幼児期特有のものの見方や感じ方について学んでいきたいと思います。ここで一つ実験をご紹介いたします。ここに10枚の絵カードがあります。それぞれのカードにはイラストが書かれています。今から1枚ずつめくっていきますので、どのカードにどのイラストが書かれているかを覚えてください。実験を始める前にですね、自分は10枚のうち何枚のカードを覚えられそうかという予想枚数をまず決めてみてください。はい、それでは1枚ずつめくっていきますので、しっかりと覚えてください。いきます。1枚目、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、6枚目、7枚目、8枚目、9枚目、10枚目。はい、皆さん何枚ぐらい覚えられたでしょうか。では今から1枚ずつ答え合わせをしていきますので、今度は自分が実際何枚覚えられたというのをカウントしてください。それでは答え合わせをします。1枚目お花、2枚目飛行機、3枚目カエル、4枚目星、5枚目ロボット、6枚目ぶどう、7枚目魚、8枚目がリンゴ、9枚目パトカー、10枚目がカニでした。さあ皆さん、10枚中何枚正解できたでしょうか。今皆さんが実際に覚えられた枚数というのが実際の枚数になります。この実験ではですね、最初に自分は何枚ぐらい覚えられそうかっていう予想した枚数と、実際に何枚覚えられたかっていう実際の枚数の差っていうものが大事になります。そしてさらにですね、この実験では今のカードをもう一度シャッフルして2回戦目をするとしたら、次は自分は10枚中何枚覚えられそうかっていう次回の予想枚数っていうものもしていただきます。はい、この結果をご説明しますが、大人と幼児ではこの実験をした時に全く違った反応を示します。まず大学生ですね、10枚中何枚ぐらい覚えられそうかっていうところで、大学生は平均ですね、10枚中6枚ぐらい覚えられるんじゃないかというふうに予想をします。で、実際に今のように実験をしてみると、実際に覚えられる枚数というのも6枚ぐらいということで、予想と実際の差がほとんどなく、ないことが分かっています。つまり大人っていうのは自分の能力を正確に把握することができるというふうに言えます。一方で幼児なんですけれども、幼児は10枚中だいたい8枚ぐらい覚えられるんじゃないかっていうふうに最初予想をします。しかしですね、実際に幼児が覚えられるのはだいたい3枚ぐらいということで、3枚覚えられるのももちろんすごいんですけれども、その差で見るとだいたい5枚ぐらいの差があります。つまり幼児はですね、自分の能力、実際の能力よりも予想の枚数が多くて、自分の能力を高く評価しているというふうに言えます。でさらに面白いのがですね、幼児に次回の枚数を予想してもらうとですね、次こそは8枚覚えられるっていうふうに自信たっぷりに答えるっていうふうにことが言われています。はい、本日のまとめですね、幼児期の特徴として私にはできるんだっていう自己有能感がとても人生の中でも高いのが幼児期だっていうふうに言われています。幼児期はまだいろいろな
ができないことが多い中で、それでも自分の能力を信じることができる幼児は、失敗を恐れずに日々いろんなことに挑戦し、その分成長していくことができます。保育者というのは一番幼児の身近にいながら、その日々成長する姿を一番近くで応援することができる、とても素敵な職業だと思います。明徳ではですね、この発達心理学ではこれ以外にもたくさん面白い実験がありますので、